おはようございます。生田流星と長尾亜子です。今週も目覚ましテレビをご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや、長尾さん、はい、2人ですけども、はい、最近顔合わせなくなったよね。全然合わないです ね。なんか番組終盤でおはようございますみたいなようやく、ね、はい、なんかスタジオの場所が変わりまして我々がこう出番じゃない時に待機する場所も変わってるので、だからこうエンタメの人たちのブロック、そうですね、で情報スポーツのブロックで、メインのブロック、結構距離があるからね。そうなんですよね。それぞれこう出番でスタジオ行って、はい、出番でスタジオ行ってでこうやってたら全然顔合わせない、ね、そうなんですよね。なかなかね、今こういう状況なのでディスタンスも取らないといけないですし、うん、寂しいですよ、生田さんにあまりお会いできなくて本当、はい、そう。でも私週に1回だけの出演なので、うん、今年度の出演も残り数回なので、もう一回一回の放送をかみしめながら、もうこのメンバーでできるのもね、あと何回かしかないですから、ね、いや最終日とかどうなっちゃうんだろうね。泣いちゃうかもしれないです、ね、それちょっと心配だね。みんな泣いちゃったらもう破綻するもんね。ですね。いやでも私実は最終日ちょっと夏休みをさせていただくんですよね。ごめんなさい。衝撃だ。すみません。嘘でしょ。どうしてもその日しか休みが取れなくてですね。じゃあ長島さん卒業の週の前の週にお別れをじゃあ言わなきゃいけないわけだ。なので実は来週が最後です。そんなことある。申し訳ありません、そこに関しては。そっか、じゃあ来週までじゃあ噛み締めてね。ですね。一つ気になったことがあるんですけど、うん、いいですか、はい、久しぶりになんかじっくり顔を見たらすごくなんか肌ツヤが良くなってませんなんかツヤツヤになってません、顔が、お肌が綺麗に。わかる。どうしたんですか。いやいやいや、もうね、30も過ぎたし、はい、最近ちょっと自分の体を見つめ直して、ええ、生活習慣もね改善したの。あ、そうだったんですね、うん、それが出てるんですね。すごいですよ、だってもうツルツルですよね。なんか前はもうちょっとなんかこうカサカサと。やめなさい、カサカサは言い過ぎでしょ。まあ35歳の年相応の32歳年相応の感じの肌の質感だったんですけど、最近はなんかこう輝いてます。あら嬉しい。ちょっとね、食生活とか本当に乱れてたから見直して、はい、ここ1ヶ月ぐらいかな、結果出てきてるんだね。変わるもんですね。何の話をさせてるのごめんなさい。ちなみに生田さんは、はい、今日のオンエアはどうでしたか。6時55分のおはようございますの挨拶の後に、かえちゃんの天気の時ね、はいはい、みんなでこう前向きながら、それではお天気ですって後ろ見てかえちゃんってやるんだけど、でこの大きいモニターにね、かえちゃんが映ってると、はい、もういつも毎朝やってるんだけど、今日はね、なぜかね、それでは今日の天気です、かえちゃんって言ったら、かえちゃんいなくて、違う映像なんだけど、なんかもうみんなが、かえちゃんいないそのまま映像がかえちゃんに聞いたプチハプニングがありましたね。それなかなかレアですね。初ですね。初めてですか、はい、あの時の生田さんのなんか姿勢が、すごく気になるんですよ、私。あ、振り向くときもして、はい、たまに言われるけど、たまに言われる。どういう意識でやってらっしゃるんですか。でもやっぱほら、こうちに立ちながら、かやちゃんみたいな、朝からシャキッとしようと思ったらこうやってシッなるんだよ。すごく気になります、いつも。あ、そう、ダメ、どうしたらいい。いや、そのままでいいです。はい、はい、帰らなくていいの。面白いんで。じゃあ、お前もピシッと言いますそれでは、また来週。